皆さんこんばんは、ロキです。今日はですね、このちょっと画面に出ているうなぎの画面ですね、ちょっと何なんだこれはということで、こういった画面からスタートなんですけれども、このうなぎなんですけれどもね、私がですね、よく、父にですね、連れてってもらっていた、すごい美味しいうなぎ屋さんなんですね。家の近所にあるんですけれども、うなぎなんで、ちょっと、向かって右側のメニューを見ていただくとわかると思うんですが、うな丼が1700円と。そして、波のうな重が、2000円ぐらいと。で、上うな重、2900円。で、特上が4500円。で、さらに、殿様っていうのがあるんですけど、これが、4650円と。いうことで、こういった、ランクがあるわけですよね。で、いつもですね、うちの父がですね、会社を経営しているので、こういうのをよく連れてってくれたりしてたんですね。で、これは、うな丼、うな重からですね、波のうな重から、殿様重っていうのはですね、基本的にうなぎの量が変わっていくんですね。うなぎの質自体は全く変わらないんですけど、量が、どんどん増えていくと、いうことで、私、上うな重しか、ちょっと食べさせてもらってなかったっていうと、すごく失礼なんですけど、十分、これでもね、量がいっぱいあるので、上うな重で、十分、満足できるという内容なんですけど、ここのうなぎ、本当に美味しくてですね、本当にお金が私なかった時から、本当にネットビジネス始めたての頃ですね、だいたい1年ぐらい、立つんですけれども、1年前ぐらいから、ちょこちょこ連れてきてもらっててですね。で、その度にですね、私が、カメラ転売を始めたのを、家族に、伝えてですね。で、最初はものすごい反対されたわけですよね。お前は本当にいい年こいて、そんなことやってていいのかと。私も当然30超えてますので、実家に戻ってきてね。ろくに会社にも勤めないで、お前本当にそんなネットビジネスなんて今更大丈夫なのかということで、よくですね、半年前ぐらいですかね、このうな重屋さんというかうなぎ屋さんに連れてきてもらって、お前本当に将来どうするんだということで、話を、された記憶があるんですね。その時は当時はですね、もうカメラ転売で月収50万は達成してたんですけれども、その達成した後ですね、4ヶ月目で達成して、その後はですね、他のネットビジネスに結構手をつけるというかですね、カメラ転売はちょっと、少し力を休めてですね、他のビジネスをやろうということで、いろいろちょこちょこ手を出してたんですね。で、カメラ転売はほとんどね、やってなかったというか、仕入れとかもですね、ほとんど、やってなかったんですね。それでも、30万ぐらいはね、普通に稼げてたので、他のビジネスに手を伸ばしてそっちをやろうということで、来てたんですね。で、自分の中でそれがですね、ちょっと心残りというか、カメラ転売まだ極めてなかったので、とりあえずですね、自分の中で、100万をやってみようということで、今月、4月ですね、4月は、他のネットビジネス、メルマガとかですね、ほぼ毎日更新してるんですよね。で、YouTube の動画も、2日に一遍、上げるという形で、動かしつつですね。他のネットビジネスは少し、手を休めて、カメラ転売に少し、集中する時間を増やそうということで、今月、取り組みました。その結果、利益的にはですね、100万を超えて、最終的には105万弱ということで、落ち着きました。はい。で、気づいたらですね、販売個数が140個売ってましたね。で、私140個って初めて、売ったんですよね。今まで販売個数って基本的に80個も売ったことないんですよ。確か月収50万達成した時も80個売らずに達成してたと思うんですよね。結構利益率が良かったので、
で、普通に月収30万稼いでる、30万40万とかね、稼いでる時も、そんなに売らなくてもですね、もう本当に利益率がかなり高かったので、普通に稼げてたんですね。まあ、ただそのやり方だけだとですね、まあ、100万はちょっと無理だなというふうに思ったので、今月は結構ですね、思いっきりやり方を、まあ、変えてみたと。うん。まあ、変えた、まあ、要因としてはですね、まあ、販路をやっぱり増やすということですね。まあ、今までヤフオク1本で、販売してたのをですね、その他のネットショップに販売するふうにして、まあ、そちらのノウハウを確立させていくと。まだ、まあ、確立という言葉は、まあ、ちょっとあんまり合わないかなと思うんですけども、徐々に試験をしながらですね、取り組んでいくということをやったのと、まあ、あとはですね、資金もですね、おそらく今月の初めぐらいでだいたい200万あるかないかっていうぐらいの資金だったと思います。まあ、正確な数字出してないんですけど、まあ、銀行に入ってるお金とかを計算すると、大体ね、そのぐらいだったような気がしますね。で、そのお金をいかにね、ガンガン回すかと考えると、やっぱり1円スタートの、出品形態をですね、まあ、基本的にはもう日にちを絶対置かないと。もう商品が届いたら次の日に終了して、もうすぐに回すという感じで、やりました。もうほとんどね、2日とか置かずに、あの1円出品に関してはもう次の日に終了するというスタンスをもう貫き続けました。まあ、もちろんね、思ったよりも金額が上がらないっていうことでキャンセルもいくつかしましたけれども、まあ、感覚としてはですね、まあ、2、3日終了時間を延ばして、まあ、値段が上がらないよりですね、1日回しにして値段が上がらなくてね、まあ、次の対策を練るっていうふうにやった方が、まあ、どんどんこうリアルタイムに自分の頭も切り替えていきますし、商品自体も回転していきやすいかなというのが私の体感でした。うん。なのでこういったところをですね、かなり見直したのと、あとはもう高額商品から、単価の安い商品もすべて扱うということで、やりました。まあ、商品の仕入れられる幅もね、だいぶ今月だけでも、広がったんじゃないかなと思います。まあ、私は基本的にフィルムカメラはほとんど一切扱わずにデジタルだけで、やってるんですけれども、まあ、十分100万円というのはもう達成できたので、まあ、次はもっと、上ということで、狙っていこうかなというふうに、思ってます。なので、まあ、このうなぎの話にまた戻りますけれども、まあ、その、半年前とかですね、1年前には、まあ、実際、自分がどうしたらいいのかよくわからないと、まあ、カメラ転売も始めたばかりの時はですね、まあ、月収50万とか稼いでる方がいてですね、自分もできるのかなっていうところからの、まあ、スタートだったんですけれども、まあ、こうして諦めずにね、絶対に自分は、100万円稼ぐと、しかも他のネットビジネスとかそういうのに頼らずね、カメラ転売だけでやるんだっていうのを、まあ、貫いた結果ですね、まあ、達成できたんだなというふうに思うんですね。で、これはもう自分で、達成して、体感したことによってですね、もうこれがもう自分の中ではスタンダードになりますので、当然、まあ、次はどうしようかということで、まあ、このままカメラ転売のスキルをガンガン伸ばすっていう方法もありますし、カメラ転売を少し抑えて他のネットビジネスをやると再開するという形にしてもですね、どのみちカメラ転売のレベルは上がっている状態なので、まあやっぱり一つのことをですね、ある程度しっかりと、まあ、腰を据えてですね、中途半端なことをやらずに極めていくということは結構大切なんだなというふうに思いました。まあ正直、まあぶっちゃけね、月収50万円ぐらいでもいいかというふうに思ってたんですけど、やっぱり100万円やったらやったでですね、カメラ転売に対する見方とかも全然変わってきますし、本当に先月まではね、自分の中では50万までしか稼げないっていう何かこうメンタルブロックがあったんですけれども、実際にやってみると、あ、もうこれはちょっと感覚がもう全然違うなというか、まあ、仕入れに関しても全く感覚が変わりますし、販売に関しても全然もう考え方も変わってこないと100万円っていうのはまず無理な数字だと思うので、まあ、なのでそこの目標をぶらさずにやった結果、あ、まあできたのかなというふうに思います。なので、まあ私、まあこういう考え方というか、まあ考え方の一つとして、トマベチヒデトさんっていう方がすごい好きなんですよね。まあ脳科学者、機能脳科学だったかな、
まあ、ご存知の方いると思いますけど、よくフォレスト出版とかで本出されてる方なんですけど、まあ、その人の、まあ、考え方で、まあ、ゴールの設定の仕方とかですね、まあ、自分の、目標とかの設定の仕方っていうのを、まあ、すごくうまくですね、説明して、まあ、理論立てて、まあ、解説してる方なんで、まあ、とてもね、自分の中に落とし込みやすかったというか、まあ、結構ありえないぐらい高い目標を最初に、作ってですね、もう本当に今の現状の自分では絶対に叶えられない目標っていうのをまず立てて、でそれに向かって絶対に自分はできるというふうに信じて、やっていくと。ただ、まあ、そのあまりにもかけ離れた目標だけだとですね、モチベーションが絶対に続かないので、まあ、ちょっと今の状態だとちょっと無理かなっていう、まあ、ちょっと目先の目標ですね、それを立てることによって、まあ、頑張れると。で、それを達成していくことによって、自分の中にですね、小さな成功体験を作ると。で、その小さな成功体験ができると、モチベーションがさらに高くなるんですね。やっぱり達成したっていう思いと、そういう達成したことによってですね、脳内からドーパミンが出るらしいんですね。で、それによって、満足度が得られると。まあ、幸福度が上がるってことらしいんですけれども、まあ、幸福度が上がって、自分の、なんて言うんでしょうね、向上心とかモチベーションが維持されると。で、まあ、今回私のケースで言えば、まあ、カメラ転売で10万円やるぞと言ってやって、達成して、20万円やるぞと言って達成して、で、そこから30万円やるぞと言って達成して、で、いきなり50万って言ったんですけれども、まあ、そこからずっとね、なんかもやもやして、100万円やれるのかな、やれないのかな、みたいな感じがあったんですけど、いざじゃあやるぞと決めて、めちゃくちゃこの行動とかも全部変えたわけですよね。そこをぶらさなかったことによって。で、達成したことによって、やっぱり幸福度が自分の中で少し上がったような気がします。うん、なので、ここで目標を下げるんじゃなくて、もう次の目標ですよね。うん、まあ、ありえないぐらい大きな目標はもう人には言うなっていうことなんで、ここでは言わないんですけれども、まあ、次なる目標として、まあ、カメラ転売でさらに稼ぐと。うん、150万、200万という感じでやっていくという、まあ、目標を今自分で立てました。うん、で、まあ、ネットビジネスで全般で言えばですね、まあ、今月は、計算したところ120万ぐらいですかね、利益が出たと、純利益ですね、が出たということですね。なので、まあ、来月からはですね、まあ、ちょっと情報販売系も、まあ、強くしていこうかなと思っているので、まあ、今手続きをね、先月までやってたんですけれども、まあ、今月カメラ転売やるってことで少しね、お休みしてたんですが、またそれをちょっと再開して、やっていこうかなというふうに思ってます。うん、まあ、そうですね。ですので、まあ、もし、今あなたがですね、まあ、カメラ転売実際にやってる方も、やられてない方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、諦めずにね、まあ、やり続けると。で、目標を一回立てたらですね、ぶらさない方がいいですね。うん、いいな、あの人こんだけ稼いでるんだ、いいなって思ったらですね、もう素直にそれをやろうって思うことって結構大事だと思います。うん、いいなって思ってるうちはやっぱり自分が蚊帳の外にいる状態なんでできないっていう理由を探してしまうんですけれども、いざ自分がですねその人みたいに稼ぎたいって本当に思うと、実際にですね自分がやらないと気が済まないっていう状態になるんですよね。うん、で、そのやらないと気が済まないって状態を作ってですね、諦めずに取り組むってことが非常に大切ですね。うん、一回羨ましいな、やりたいなって思って、よし、やるぞって決めたら、絶対ぶらさないと。その目標を。できなくてもいいんですよ。最初ね、1ヶ月、2ヶ月頑張ってできない。3ヶ月やってもできないと。でも、見続けるってことがすごく大切です。で、ほとんどの人は、あれは絶対嘘だとかね。あんなの絶対稼げるはずないよとか、相手のせいにするんですよね。うん、あの人絶対なんか悪さして稼いでるとか、嘘に決まってるとか、資金が多いからだよとか、うん、5、600万ぐらい資金あるからそれぐらいできるんだとか、そういう風に走るんじゃなくて、じゃあ自分の今の状態であればどうやればできるのかってことを最大限に考えて、そこを絶対に人のせいにしないで自分に焦点を当てる。それがすごく大切だと思います。うん。まあ、今月売上で言ったら600万超えてるんですよ。650ぐらい多分やってます。まあ、ヤフオクだけじゃないんですけど、他のショップも入れて、
まあ、なんで利益率で言うと結構あんまりいい方じゃないんですけれどもね。まあ、ただその600万以上を、まあ、200万ぐらいの資金で回すっていうと、ほとんどの人が嘘だろうって思うと思うんですね。でも実際にやってるので、どうやるかっていうのを考えたら、僕の場合は1日回しっていう、まあ、やり方が生まれたわけですよね。で、ほとんどの人が1日回しってやってないと思うんですよね。だいたい、1日回しじゃなくて2、3日置くとか、そういう方法でやってると思います。再落つけるとかね。私の場合は再落つけずに、もう1日回しでやると。いうのを貫いた結果、まあ、資金回転がガンガン早いですからね。うん。26万で仕入れたレンズを、まあ、35万ぐらいで売った時も、1日で回しました。もうその日に仕入れて、その日に、次の日に売ると。そしたら、資金が、まあ、要は30万あればね、できることですから。30万あれば、26万のレンズを仕入れて、次の日には35万で売って、で、9万ぐらい利益抜けるわけですよね。9万か10万か。うん。だそういう考え方でガンガンやっていけば、できるんですよね。うん。なので、今のあなたの考え方とかでは無理かもしれないですけれども、その考え方を、まあ、嘘だと決めつけないで、じゃあどうやったらそれできるのかなっていうふうに思考を改善することによって、言ってることがね、その人が本当に達成してて言ってることっていうのが分かるようになるというか、嘘なんだなとかっていうふうに思わなくなるんで、まあ、自分が変わらないとそこにはいけないんだなっていうところに気づいたら、もう、近いと思います。うん。なので、絶対に目標とかね、一回立てたら、なるべくやりきるということで、もうすぐに諦めないで、やっていただければなというふうに思います。まあ、私もこれから、これにおごらず、もっともっと、効率よく稼いだりとかですね、やっていこうというふうに考えてますので、まあ、YouTube でもですね、まあ、いろいろ情報発信していくので、まあ、その経過を追っていただければなというふうに思います。まあ、このうなぎはですね、まあ、余談なんですが、まあ、その記念ということで食べてきたんですけれども、殿様重を食べようと思ったんですけれども、この日ね、あいにく、波のうな重までしかないと。上うな重から、殿様までは売り切れということで、泣く泣く波のうな重を食べて帰ってきました。でも味は本当に美味しかったです。まあ、ただこうやってご褒美をね、自分の中で、作って、やってあげるのもまあいいかなと。今までは全然こういうのをやれなかったんでね、この2000円のうな重食べるにもどうしようかなって悩んでたんで、でも今は普通に食べれるようになりましたし、まあ、次はね、目標達成したらもう一番上の殿様重食べようかなというふうに思ってます。まあ、ちょっと長くなっちゃったんで、今日はこれぐらいにしたと思います。はい。まあ、私の方で無料のメルマガとかもやってますので、ぜひご登録をしてみてください。はい。まあ、動画もこうして配信していきますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい。それでは長い間ありがとうございました。